河川金貞は室町時代に作られたとされる日本刀である。東京都文京区にある衛星文庫が所蔵している。衛星文庫本館室町時代の刀工、関金貞により作られた刀である。応仁の乱没発以降、武士同士の一騎打ちから足軽による集団戦闘へと変化してきたことを背景に武芸に通じていないものでも手軽に扱えて、 必要10分の性能は残し、かつ安価で大量生産に向いた、片手だと呼ばれる、日本刀が生まれた。特に15世紀後半から16世紀初頭には、当時刀なのに大生産地とされていた、微前国奥軍をサフネとミノ国籍にて、短めの刀身に先反りがついていて、片手で振るいやすい内刀が流行した。その中で、関金ネサは、 身の国籍を代表する投稿と知られており、受領した簡易から泉守る金さと呼ばれている。また、銘を切る際に、帝の浮かんむりの下を、のと切ったため、これさめとも呼ばれる。河川金貞も二尺そこそこの刀身に、短めの茎、匂い口のしまった、十字家人という簡素な作り込みの片手だの刀であり、京都国立博物館主任研究員の末金、ね、 と彦によれば、消耗品に近い扱いを受ける、片手田の中では最も巧妙な作品であると、評している。河川、金貞の名前の由来は、日ご熊本藩主であった、細川忠利の姿勢が、歯が取らないのは側近たちが不注であるからとして、隠居していた、忠利の父である、細川忠興が36人をこの刀で手打ちした、ことを36河川になぞらえたて名付けたという、 伝承に由来している。この説が熊本に伝来したことから正しいとされているが、刀剣研究家の福永水健は、細川忠興五年府にこの事件が見当たらないことに触れている。これ以外にも殺害した人間が患者だという説や、忠興が刑にて、同数の部来のものを切り捨てたとする説が、福永によって挙げられている。細川家に代々伝わっており、 細川家の道具目録、五家名物の大概では、忠沖から四男の律、甲、四代三面を五代氷へと継承されたことがわかる。その後、家老である柏原定城が、津波より配慮して、1897年まで柏原家に伝わる。柏原家より流出後はいくつか所有者を転々とした、あと、昭和初期に、公爵の細川森達によって買い戻される。 2015年に公開された PC ブラウザスマホアプリゲームである刀剣乱舞において刀剣乱舞として河川金貞をモデルとしたキャラクターが登場していることから注目を受けるようになる。また衛星文庫の2016年度書き展示ではなお関して河川金貞登場という展覧会が行われる。文化財指定を受けていない刀の名を関する展覧会は極めて異例であるが 館長である細川森弘の発案によりこの題名に決まったとされる。この書き展示に合わせて文京区役所の協力の上で刀剣乱舞によるコラボレーション企画が行われた。波長は6 0 5トル反りは1 4トル元幅は3 0 0トル指表側の茎には脳集石自由金さ作と刻まれており、期待は痛めに、 木目が混じり、波紋は腰が大きくのたれ、その上は中字歌人となる。東京国立博物館研究員の原田和都氏は、本作のような片手で振ることのできて先反りがあり、短めの刀が流行したとしている。末剣によれば、金さ作の刀は機能性、実用性に重きを置いているため、本来であれば、 美術的な魅力が乏しいものであるとした前提で、そのように簡素な刀を、あえて刺し量に選んで、こしらえに、自身の美意識を傾けたのは、忠沖ならではの選択であると評している全体の、長さは88センチメートル。17世紀の作品とされる。腰国黒漆験でサメ打ち型ごしらえであり、細川忠沖が自ら考案し、河川ごしらえとも呼ばれている。 鞘はサメ川を黒漆まぶして研ぎ出すと、サメ川のオーブに黒漆が残ってと粒が白く浮き上がり星を散らした模様のようになっており、こしらいの中央近くまで陰謀が刻まれている。また、この河川こしらいが後に、肥後熊本藩のお国ごしらいである、肥後ごしらいの手本となった。信長ごしらいと並んで肥後ごしらいを代表する外装と原田は表している。ありがとうございます。